水を入れたペットボトルを2本用意します。ペットボトルをビニール袋に入れます。ビニール袋を持ち上げ、重さを確認します。同じ高さのものの間に丸棒を渡して梱包用布テープで固定します。別の丸棒を固定した丸棒の上に紐でくくります。紐の上から梱包用布テープを巻き、丸棒を固定します。丸棒の端にペットボトルの入った袋を下げ、梱包用布テープで固定します。袋を吊るした棒の反対側の端を押して袋を持ち上げます。棒が重なっている付近を押して袋を持ち上げ、端を押した時の違いを確認します。